シャイナー選手、よろしければカープファンの皆様に一言お願いします。カープファン was 最高です。いやいやいや、過去形じゃん。今は今。いらっしゃいませ、妖怪酒場のカオルです。シャイナー、よっシャイナー、ついにやってくれましたよ。シャイナー選手が今日の MVP を発表しちゃったんですけども、今、うん、もう言っちゃったようなもんなんですけども、はい、 MVP を発表したいと思いますということで、本日の MVP はシャイナー選手です。そりゃそうでしょうっていう。まあ、でもね、ちょっと森下くんも良かったし、森浦くんも良かったですし、まあ、小園選手もね、相変わらずこう、安定にマルチ安打してくれるので、めちゃくちゃいいんですけども、やっぱり今日はなんといっても、感動のシャイナー選手ですね。もう私泣いちゃいましたもん、試合見ながら。なんかいろんな思いが込み上げてきて、こう、二軍で苦労してたシャイナー選手で真面目だし、シャイナー選手ね、骨折も乗り越えて長い離脱があったわけですけども、2軍でまあね苦労してた分、今からね、あのこうシンプルシンプルっていうことで、シンプルに行こうっていう感じでね、これからも活躍してくれたら嬉しいですね。本日の MVP はシャイナー選手でございました。はい、ということで今日も試合を振り返っていきましょう。それでは大席ご案内します。はい、ということで本日の試合結果でございます。7月17日水曜日、横浜スタジアムで行われましたベイスターズ対カープの第13回戦でございました。0対3でカープが勝ちました。よし、ということでね、貯金が5に戻り2位に浮上しました。順位もね、はい、ということで本日の先発はベイスターズが東投手、カープが森下投手でございました。勝ちは森下投手について7勝3敗、負けは東投手について8勝1敗、セーブは栗林投手が24セーブ目となっております。はい、でね、カープはですね、東投手に対して2022年の5月8日の対戦を最後に9戦で無傷の5連勝を許してるんですね。東投手とはね、今季4度目の対戦となるわけなんですけども、今回の試合で傷をつけてしまいました。はい、勝てると思わなかったです、東投手。前回ね、東投手の時はあれでしたよね、昨日の動画でも言ったんですけども、すごい延長戦に突入して、結局延長戦で点を4点取ったやつだったと思うので、まあ、東投手は結局まあ打ち崩せずって感じだったと思うんですけども、いやでも、いや1勝できたのは本当に大きいですね。これでね、ちょっとあの、もう今最多勝とか沢村賞の候補だと思うので、東投手は。なのでね、そこをちょっとこう、森下くんや床田くんが今ね、かなり勝ってると思うので、カープではね。その二人だけじゃないですけども、大瀬良投手や栗投手もですけど、最多勝狙ってほしいので、まあちょっとその一勝を止めたということは、すごい大きかったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、なんといっても本日、ホームラン。カープのシャイナー選手第1号ホームラン、スリーランでした。素晴らしい。まだね、カープは1軍でグラスラが出ていないので、次はグラスラ期待してます。シャイナー選手お願いします。はい、ということで本日の試合結果は以上でございます。はい、続きましてスタメン予想ゲームの結果発表です。カメラが落ちちゃった。続きましてスタメン予想ゲームの結果発表でございます。今日はちょっと笑顔なんですけども、こんな感じでした。バズー、めっちゃ惜しかった。やばい、自分でもめっちゃびっくりしたんですけども、まさかの森下投手と相澤選手の打順が逆なだけで、超惜しくないですか。私もうってなったもん。で、まあそのね、気になるニュースにもなっている8番森下投手で来たわけですけども、もうね、結構みんなね、森下投手をめっちゃ打順上げてほしいみたいな意見とかも結構あったと思うし、私もね、あの例のオフの日に出した最強スタメンの中にも名前があったと思うんですけども、それは見ていただいてって感じなんですけども、はい、ちょっと打順が上がるともうざわざわですよね。はい、でまあこのね、森下投手を8番起用したっていうところなんですけど、カープ球団の中で8番にピッチャーを置いたっていうのは、なんと11年前に遡るんですけども、2013年の4月11日、シーズン序盤ですよ、これ。
ですね、野村雄介投手の8番起用っていうのがあったんですね。でその時は9番が阿部智弘選手でした。ハキマンですね。この時はなんでだったんですかね、なんか詳しい方、私はまだこの時応援してない時なので覚えてる方いたらコメントください、ぜひとも。はい、という感じで、もう今日はもうほとんど会っていたので、言ってたかもしれないんですけど昨日、まあだいたい軽く話すと、1番から4番までをいつも通りのメンバーで埋めると5番がいないっていう風に言ったんですね昨日。私は5番にふさわしい方がちょっといらっしゃらないっていう話をしてて、ってなったらもうこれは2番に矢野選手を置いて5番に野間選手を置くしかないんじゃないかなみたいな感じで言ったと思うんですけど、でそしたらそれがドンピシャで当たりまして、そうなった時に序列的には、まあ、シャイナー選手と相澤選手だったらシャイナー選手の方が上かなって思ったので7番に置いてみたって感じですね。で菊池選手もシャイナー選手よりは上かなという感じの、もう大体もう根拠がなさすぎて申し訳ないぐらいなんですけど、そういう感じで埋めてったら結構当たってしまったっていう感じなんですね。だから私的には今日のポイントはやっぱ2番と5番のこの矢野選手の馬選手ってところかなっていうふうに思いました。6番までは足が使えるっていうふうに私が昨日動画で言ったんですよ。みんな6番までは大体足の速いメンバーなのでごめんなさいね、シャイナー選手ごめんなさいね。なので足を絡んだ試合ができるかなっていうふうに思って、でやっぱり初回ねバントできたと思うんですけども、やっぱそのバントの場面で野間選手をバントさせるっていうのはなんかもったいない気がしちゃうんですね。っていうのもあって、普通に野間選手は打たせた方が打率もいいので、まあ、5番の方がいいのかなっていう意味もあって、私は今日そういうふうに2番と5番をその選手にしました。はい、という感じです。ということで今日は25点、素晴らしい、褒めてください。はい、ということで以上スタメン予想ゲームの結果発表でした。はい、続きまして本日のトピックスでございます。本日は工事がなしでございまして、ベンチ外が川野投手と長谷部投手でございました。昨日ね、動画で私川野投手と、まあ長谷部投手いきなり上げていきなりベンチってするのかなぁ。まあわかんないですけど、みたいな感じで言ったんですけど、まさかのその予想が当たってしまったという感じで。まあ長谷部投手をベンチ外にしたから今日は晴れたということもあるのかもしれないですね。はい、ということで登板があるとは思うのでちょっと見てみたいですね。はい、で先発の森下投手、今日は7回107球で無失点でございまして、防御率も 1.49 まで下がってますよ。どんどん下がってるね。はい、ということで、まあ6回にね満塁のピンチを作ってしまったんですけども、頑張って抑えてましたね。あ、マジで危ねえと思って、もう超ヒヤヒヤしてましたけども、はい、はい、で攻撃なんですけども、今日はもうなんといってもシャイナー選手待望の来日第1号ですよ。もう何度言っても今日はもう飽きない、何度も言います。はい、でまあシャイナー選手、まあみんな待ってたと思うんですけども、改めて私は本当に打ったシャイナー選手もすごいと思うんですけども、何といっても新井監督すごって思って、やっぱね選手をねここまで信じて使う監督ってなかなかいないと思うんですよ。だって正直シャイナー選手って2軍で打ってなかったんだ。1割台のさ選手をさ起爆剤としてあげるみたいなって感じじゃないですか。そんな監督いないと思うんだけど、まあ、比べるのは良くないんですけど、岡田監督だったら絶対もうあげないんだろうなっていう。いやいや、ノイジーだって あげれへんからな、おうって感じだと思うので、新井監督ってすごいこう賭けがすごいというか、だって2軍から推薦がない状態で使ってますからね。でまあ今日ね、なんといってもヒーローがシャイナー選手だったわけですけども、通訳のね方が、私西村さんだと思い込んでたんですけども、ちょっと違う方だったんですけど、震えてましたもん。今日今季初の大仕事で、ね通訳というお仕事大変だと思うので、本当にね お疲れ様です。はい、で本日のマルチ安打なんですけども、小園選手3打数2安打なわけで、もう対東投手に対しての今季7割8分6厘でございます。えぐー。はい、でまあ14打数11安打なんですけども、まあなんといってもね全て単打ではあるんですけども、いやでもすごいですよ、なかなかいないですよ、こんなに打ってるの小園選手ぐらいなんじゃない、東選手からね。で今日ねちょっと気になったんですよ、アイブラックが普通だったんです、小園選手。なん今日普通だったの、どうしたっていう感じだったんですけど、
なんかアイブラックが激しい日ほど結構打つイメージだったんですけど、だから今日ちょっと、え、普通じゃん、大丈夫って思ったら全然打ちましたね、普通に。はい、ということでもう一人シャイナー選手が今日3打数2安打でございまして、まあ対東投手に対して5割打っておりますので、そう、開幕カードでね実は打っておりまして、でまあ6の3っていう感じで1ホームランですね今日ので。まあカープが苦手とする東投手からね、まさかホームランを打つとはちょっと思ってなかったんですけども、新東キラーと言ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、私の中では小園選手と秋山選手が東キラーっていうイメージなんですね。めちゃくちゃ打ってるかなみたいな。まあでも実際秋山選手は4割とかなんですけども、結構打ってるイメージがあるんですね。なのでまあここにね、チャイナ選手新加入という感じで、もうこれから東投手との対戦ではこの3人は絶対入るんじゃないですかね。はい、ということで続きまして守備ですね。守備5回にね、バントダブルプレーがありましたね。華麗でしたね、森 P の。森下キュン。森下キュンキュンキュンって感じで。華麗な、東投手のバントをダブルプレーにするって感じで。で、9回もね、9回の最後、ワンアウトになった後、まあ、菊池選手がダブルプレーで、あれも華麗でしたね。あの終わり方最高でしたね。スンスン、試合終了みたいな感じで。いや、あれは最高でした。まあ、自分が逆の立場だったらすごい嫌だけど、いや、今日はすごいカープファンとしてはすごいいいプレーだったかなと思います。はい、で続きましてリリーフですね。リリーフは、まあ、森浦投手が、まあ、安定で、今日ねちょっとハン投手が出てくるのかなと思ったんですけども、まあ、島内投手は相手のバッターとか関係なしにもう8回って感じだったけど、まあ、島内投手が不在の間は相手のバッターとかで決めるっていう感じで日替わりなんですかね、もしかしたら。で今日はまあハン投手ではなく森浦投手だったんですけども、多分右バッターが続いてたからですかね。でまあ三者凡退で1三振という感じで、安定に安定を重ね、安定でございました。とにかくはい、今日のピッチャーは森下、森浦、栗林っていうので、ちょっと無理やりなんですけど、森林系統。はい、ということで余談なんですけども、マツダスタジアムが改修されるみたいでして、まあ外野のスタンド、内野スタンド2階の既存座席を更新と、で一部増設するそうですよ。で照明が LED 化するみたいで、ド派手なね、あのペイペイドームとか横浜スタジアムでやってるなんかわーみたいな、テレレレレレレレンテテンテレレンテテテみたいな、多分ああいうのができるんだろうね。だからあのね、栗林くんの登板の時とかね、あのなんだっけ、ちょっと曲忘れちゃったけど、あれに合わせてこうキャ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 するんだろうね。楽しみですね。なので工事はもう決まっておりまして、今期のオフから始まって来年の3月14日までを予定しているそうですよ。だから来年には見れるんだよ、楽しみですね。はい、ということで本日のトピックスは以上でございます。はい、続きまして本日の2軍戦でございます。本日7月17日はハードオフ新潟で行われました、オイシックス対広島の交流戦が第2回戦でございました。4対9でカープが勝ちました。イエーイ。ということで、ね、また今日も見れなかったんですけど、なんか今回のオイシックス戦はイージースポーツっていう2軍専門のチャンネルでしか見れないっぽくて、私が持っているサブスクでは見れなかったので、すんごいこの3連戦悲しいんですけども、まあでもスポーナビを見てっていう感じで、はい。で本日の先発はなんと初先発でした、カープ高太一投手で、オイシックスは牧野投手という感じでしたね。先発の高投手はですね、ちょっと初だったんですけども、5回4失点って感じでね、まるまる今日の得点が高選手の失点だったわけなんですけども、まあまあいい勉強ですよ。はい、ちょっと内容見てないので何とも言えないんですけども、はい、という感じでリリーフがね、遠藤投手が3イニング投げておりまして無失点でございました。まあフォアボールをね一つ出してたんですけども、まあ無失点で抑えてたので、すごい好投だったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで続きまして攻撃なんですけども、攻撃はもうざっくりで申し訳ないんですけども、4回ほどタイムリーが今日あったので、まあ、まあ1軍もねこのくらいタイムリー出たらいいなーみたいな感じでちょっと思ってしまいましたね。多分4回で合ってると思うんですけど、ちょっと間違ってたらすみません。はい、で本日のマルチ安打は前川選手、中村隆弘選手、林選手、中村健人選手でございました。
ちょっと全部読み上げるとあれなので、書いてある通りのヒットを打ってるわけなんですけども、まあ、注目は中村貴寛くんかなっていう感じですね。4安打してます、今日。で、なんか、最近ね、フォームを変えたっぽいんですよ、中村貴寛くんが。で、そっからすんごい調子がいいんですよ。ただ私は技術面よくわかんないのであれなんですけど、多分変わったっぽいですね。はい、という感じでございました。で、あのね、気になる薮田投手なんですけど、この3連戦あるから、どっかで投げるだろうと思ってたんですけど、なんと薮田投手は土曜の先発っぽいんですよね。なので、今回ね、当たることはなさそうですね、薮田投手。残念。まあ、なのでね、また来年とか機会があったらいいですよね。という感じで2軍の情報は以上でございます。はい、ということで最後にね、7月19日のスタメンを予想していきたいと思います。次のはね、7月19日から3日間ですね、甲子園球場で行われますタイガース戦ですね。で、先発の予想なんですけども、おそらく相手は村上投手、岡留投手、西勇輝投手なんです。はい。で、こちらは床田投手、大瀬良投手、栗投手ですね。まあ、大瀬良投手、指大丈夫なんですかね。まあ、大丈夫だと思いたいですね。はい。ということで、7月19日は村上投手対床田投手なわけですが、村上投手今季3勝6敗でして、防御率が 2.19。対右に対しては2割6分8厘。対左に対しては2割7厘打たれております。結構ね、右に打たれてますね。はい、ということで、私のスタメンはこんな感じにしたいと思います。パス。ちょっと今日ね、今季の対戦成績っていうのを入れてみたんですけど、これあった方がいいかもしれないですね。秋山選手はね、村上投手から先頭打者ホームランを打ってますので、もちろん1番でっていう感じなんですけど、7本のヒット打ってるんですね。で、野間選手を2番に入れたんですけども、野間選手ちょっと相性はそんなに良くないかもしれないんですけども、こう、打率もいいですし、どこで打つかわからないので、2番でいいかなっていう感じですね。で、レフトは上本選手で、上本選手は今季は対戦してないんですけども、まあ、右に強い右なので、まあ、村上投手は右の方が打たれてるので、まあ、3番に上本選手を入れました。はい。で、4番は、まあ、安定に小園選手。で、5番にキャッチャーですよ。石原選手にしました。坂倉選手とめちゃくちゃ迷ったんですけど、前回ね、どこだ投手はね、キャッチャーが石原選手だったんですね。石原選手にした理由はですね、まあ村上投手が右からの方が打たれてて、まあ石原選手は右に強い右バッターだからということですね。まあちょっとね、坂倉選手の出場機会が減ってしまうのはあれなんですけども、石原選手にちょっと期待を込めてっていう感じで5番に入れております。ちょっと村上投手からはね、今季打ってないのであれなんですけども、いつ一発があるかわからない選手なので5番に入れております。はい。で、6番は菊池選手ですね。菊池選手はまあ12の4アンダーしてるので、まあ打ってる方かなっていう。で、フォアボールも1回選んでおりますので、相性はいい方なのかなっていう感じで6番に入れております。で、シャイナー選手は7番に入れておりまして、今日と一緒ですね。まあシャイナー選手も対戦成績はないんですけども、もう今日打ったしっていう感じですね。最初ね、坂倉選手ファーストでもいいかなと思ったんですけども、今日のホームランを見たら絶対使うしかないので、シャイナー選手、はい、ファーストでございます。で、8番に矢野選手ですね。矢野選手はまあ15の2なんですけども、今日と同じように床田投手を8番に持ってこようかなと思ったんですけども、まあさすがにそこはしないかなと思って、松田でヒーローインタビューだったら僕も8番にしてくださいとか言いそうで、矢野選手を8番にして、はい、という感じで。で、トコちゃんもね、結構2本もね、ヒット打ってるので、期待大なので、もうこうなったら結構みんなもう期待できる打順じゃないですか。今回もね、って思うので、結構私はこのスタメンいいと思います。はい。ということで、本日の動画はここまでにしたいと思います。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、拡散の方をよろしくお願いします。ということで、あさってからの甲子園、頑張りましょう。お客様、お帰りです。ご来店、ありがとうございました。バイバーイ。